こんにちは、みやこです。なんと今からですね、月刊モデルグラフィックスさんの元に行き、匠明春さんの200分の1ヤマトを見せてもらえることになりました。イエーイ。ということで、なんでこんな私が匠明春さんのモノクロームヤマトを直にね、目にする機会を手に入れたかと言いますと、この雑誌あるじゃないですか。これを見て、編集後期の方にね、月刊モデルグラフィックスさんのところにヤマトが置いてあるらしくて、希望者がいれば買い取り可能というね、ことだったんですよ。で、その前にぜひ見たいと思って、ホビーショーに行った時にね、ここのコーナーに行ってお話ししてみたところ、担当の方に連絡取れれば見れると思いますよみたいなのをね、お話しいただいて、マジかーと思って、実はね、地道というかひっそり月刊モデルグラフィックスさんの担当の方と打ち合わせをして、やっとね、生で見れる機会をいただけましたということなんですよ。あー、超楽しみ。今から行くんですけど、超楽しみです。あと、いろいろね、雑誌とかのあれも通して聞きたいことをね、いっぱい聞けたらなって思います。あと、ごめんなさい、こちらのね、2023年6月号はですね、同じく200分の1の富士見のヤマトとの比較もバッチリ載っていますので、そちらとても面白いです。富士見とモノクローム、どっちも気になってるなーっていう方は、ぜひこの6月号をね、買ってみてくださいませ。ちょっと私、普段さ、一人で喋ってるじゃないですか。だから、こういうなんか対談というのは初めてのことなので、俺いつものあのおしゃべりはどこ行ったのって思われるかもしれませんが、人目に出た時はこういう感じなんだぞっていうのが分かればとてもありがたいです。ということで、行ってきまーす。あと、ごめんなさい、反省点があって、マイクとか何も持たずに行ったので、声が聞き取りづらいところが多々あります。すいません。今回の会場は大日本絵画さんのギャラリーというところで行わせていただきました。実はこちらね、誰でも入れることができるんです。ここにね、入り浸って本を読みまくって、しかも欲しいって思ったら買うこともできますので、皆さんぜひこちらの大日本絵画さんのギャラリー、機会があったら行ってみてください。もうマジ1日入れるから。時間は9時半から4時半までやっていて、場所はですね、千代田区の神田錦町というところですね。概要欄にリンク貼るので、興味ある方ぜひ飛んでみてくださいませ。モデルグラフィックスの井出と申します。よろしくお願いします。普段はですね、モデルグラフィックスでスケールモデル、戦車、飛行機、それから船を中心に担当してますが、まあ、たまにキャラクターものやったりとか、いろいろ手広くなんか広く浅くやっております。よろしくお願いします。お願いします。登場シーンから見せてくださいという無茶ぶりなお願いもね、心よく引き受けてくださいまして、皆さん、このデカさ、やっと伝わりましたかね。大人2人で持たないと持ち運べないプラモデルなんですよ。こちらでございます。早速開けますか。それともなんか見えます、ね、簡易梱包なんで、なんかそれも見えちゃったこれはこれでかっこいいです。なんかドクにいるみたいな。そうそうそう、移動できればいいみたいな感じで、結構梱包自体が簡単なので、ほうほうほう、はい、ということでございます。長年にわたって感謝模型作られてる方なんで、一つ一つの作業の精度っていうのが半端ない。何でもないようにひょいひょいひょいっとチームパーツとかも曲げていって接着していったりとかするんですけれども、そういう性格に吸い付くように組まれていくっていう、ちょっとなんか信じられないものを見るような感じで作業を進んでいきます。一瞬発もなんかクイックイッみたいな、本当にこれリアルにこれぐらいのスピードで進んでっちゃうんで、写真撮る方も大変ですよね。写真撮る方も、ちょっと今撮れたらちょっと待ってそこはそこ必要なのって今撮らないと進んじゃうんですよ。この企画をやろうってなった経緯を教えていただいてもいいですか。はい、編集部で特集やるかどうかっていう経緯から、お話すると、まあ、発売前から、まずヤマトっていう存在が船の中では特別だし、その上もしかも200分の1ってなると、昔日モっていうメーカーが200分の1のヤマトっていうのを製品化してたんですけれども、廃業されてかなり経つし、まあ、そもそもかなり古い製品だったっていうのもあって、それに代わるものになるんじゃないか
かっていう話題にもなったりとかしたので、当然発売前で編集でなんかできないかっていうのは注目はしてたんですけれども、どういう風に展開したらいいかなっていうのがなかなか思い浮かばなくて、発売から1年ぐらいですか、系にはなってたんですが、急にふと、これってもしかして作ってる風景だけでどういう風になるのか想像つかなくないかっていう話になって、じゃあもうやろうぜ。絶対作ってる風景からして面白いものになるはずだからやろうぜっていう話で、企画に、特集の企画でそこにスポット直前になってハマるタイミングっていうのがあったので、はい、やってみようか。それでやっぱ頼むなら匠秋春さんだろうって。そうですね、スピードもすごいし精度もすごいしっていうので、やっぱり匠秋春さんがいないだろうなっていう。それでこのヤマトを横浜市内のそうなんですよ。それはよく理解できてないんですけど、当然特集やるっていう話になったら、まずは、メーカーさんであったりとか輸入の代理店さんであったりとかにキットっていうのを、提供していただけないかっていう交渉するんですけれども、ヤマトの場合ってこれも初回の出荷で全部代理店さんから出ちゃってて、全部売り切れちゃってたんですよ、代理店さんの在庫から。ので提供はできないという話になっちゃってて、でも、我々としてはもうやると決まったからにはすぐに欲しい。で最初はですね、その話が出た1ヶ月ぐらい前に茨城県の方の模型店を私が何箇所か回ってて、その中に1箇所置いてある店あったぞ、こっち買いに行くかって話をしてたんですが、その後ツイッターで200分の1ヤマトの情報を集めてたら、入荷しましたっていうコンビニのツイートが引っかかりまして、今コンビニって結構お店ごとの採用でいろんなもの仕入れられるようになってるんで、たまたま横浜の方にですね、模型ちょっと幅広く取り扱ってるコンビニっていうのがあって、そこが目玉商品として入荷してたらしいんですよね。それが1年近く前の、それこそ発売当時のツイートで、今でもあるんだろうかないんだろうか、その夜偵察に1人行ってもらったら、ありました取り置き、取り置きお願いしてさすがに買わないですよね、コンビニにこれやったら。これ急なんで、編集部で車持ってる人間で 1.4 メーターの箱が入るの私しかいないじゃんはるばる横浜まで買いに行くだけで人騒動っていう、ね、いろいろ奇跡ですねこういう状態になってた。おパンパンでこれがフィットロードさんの700分の1の武蔵。編集部とは関係ないところでこのキットずっと探してる友人がいて、でたまたま同じコンビニで見つけちゃったので同時に買って帰ったら、まあうまい具合に大きさ比較にもなったみたいなあの証拠がありますが、セブンイレブンのラベル貼ってあるんですけども、6万。コンビニのラベルの値段つけるラベラーっていう機械が、多分ねこれ5桁対応してなくて上から手書きしてるんですよねそういう意味でもちょっと なんちゃこりゃっていう、いろんな意味で決まって完成って12日で一応終わったってことじゃないですか、はい、そういうことですね。これってその企画当初では何日間で完成するんだろうなって思ってました。正直ねはっきりと分かってなかったですね。何が起こるか分からないので、匠秋春さんって長年完成模型やってる方なんで、船の種類と何をどこまでやるかっていうのが分かったら、もうああじゃあ何日だねっていう、向こうでも分かるし、うちの編集部の方でも匠秋春さんだったらこれ何日で終わるでしょうっていうのは大体分かるんですけれども、今回はパーツ分割がどうなってるかもはっきりまあしないっていうのもあるし、まあ、それよりも何よりも普段と違う大きさで何が起こるかっていうのが分からないので、大体10日から2週間ぐらいかなみたいな予想あったんですが、結局ちょっと足りなくて1日2日延長みたいな感じにはなりましたね。ご本人も最初はいや10日で終わるでしょうとか言ってたのが、徐々にいやこれ終わるのかなって言い出したりとか、いや終わる終わらないご本人もやっぱり把握しきれないので、結構そこは本当に距離がない日数ですね。12日でよく当たらない早いな。これは私からのお願いなんですけど、はい、こちらの歌じゃないですか、はい、これを見て、同じタミヤのヤマトを作ってめっちゃためになったので、はい、ぜひもう出してほしいっていうお願いですね。はい
はい、ですね、これは正直一応紙面に載ってない写真っていうのも結構多めに撮ってあるんですよ、うん、こういう風な本の形にまとめられるようにっていうのは意識して多めには撮ってあるんですけれども、出せるかどうかっていうと大日本絵画さんの判断もありますし、諸々の事情が絡んでくるので、視聴者の皆様方から大量に出版業のお書きとかが来たらもしかしたらできるかもって約束はちょっとできませんけれど皆さんでもうヤマトの本が欲しいって連絡をしまくって、これだけ欲しいんだぞっていう声があればできるかも本にできる可能性は少しずつ上がってくるこのヤマトの買取って募集みたいな、はい、されてたじゃないですか、それって見つかりました。はい、先日ついにですね、買い取りたいという方が現れまして、お話の方もまとまったので、ついにここから去っていきます。ああ、寂しいですね編集部の外の方に見せる機会というのはほぼほぼなくて、というのも大きすぎて人の集まるイベントに展示できないというですね、島石のスケールアビエーションのイベントで、こことは別のところで展示するようなイベントをやったんですけれども、その時にこれプロモーション用に出せないかという相談をしたら、やっぱりスペースちょっと長継ぎ1個を食うのはちょっとみたいな話になっちゃって、いろんな人にお見せできればいいなと思いながらも全然実現せずに今日まで来ちゃったので、やっぱいろんな場所に見せたくなりますよね。やっぱり見てもらいたいですね、これ。こうやって引いて全体のシルエットを見るのと、ずっと近寄ってってこれぐらいまで顔を寄せた時とで見え方が違うというか、どれだけ近づいても精密感失われないんですよね。ちょっとその驚きっていうのは皆さんに体感してほしいなという思いつつも、ちょっと実現しなかった。これで5万って言われたらぶっちゃけ最初高いって思うじゃないですか、はい、でも私も作ってて思うんですけど、これだけ精密でエッチングめっちゃ入っていると逆に安いなって思いますよね。そうですね、匠やきはるさんは10日で作っちゃいましたけど普通だったら半年どころか1年ぐらい遊べちゃう人なんで、って考えるとコストパフォーマンス実は良くないかってめちゃくちゃいいなって思いました。雑誌の方で、はい、手すりを紛失された私は秘密だよみたいな記事があったんですけど、教えていただくことは。それがですねこっそり付け直したからって言ってね、教えてもらえなくてですね、後で探したんですけれども見つからないんですよなんか手元にあるエッチングパーツだけで何とかするみたいな方法にも長けてらっしゃるんで、もうね全くわからない。うまいっていうのはですね、単純に一つ一つの作業の精度が高いっていうのもそうなんですけれども、ミスした時に直す方法めちゃくちゃ引き出しが多いんですよね。あの人あやっちったって言いながらね、やっちったって言った言葉のが終わらないうちにもう直し始めてるんで、どうしようかなって悩んでる時間なしに直しちゃうんですよ。失敗をマイナスに捉えてないというか。そうですね、まあ、マイナスはマイナスなんですけれども、もちろんそれを発生しないための工夫とかっていうのも随所になるんですけれども、それでもやっぱり失敗はするもんなんでっていう前提で、じゃあ失敗したらどうするかっていうのを、なんかすごい種類の技を持ってらっしゃる。月刊モデルグラフィックさんと、匠やきはるさんの付き合いって結構長いですよね。そうですね、20年以上の付き合いになると思いますけれども、船といえばやっぱり船といえば匠やきはるさん、最初は船といえばっていう感じじゃなかったらしいという話だというのは、実は AFB とか他のジャンルも作れる方で、ね、というか最初は船中心でやってなかったらそうなんですけれども、エッチングパーツの扱いがうまいとか船模型を作るのに向いた素養があるっていうのを当時の編集者が連れ出して、どんどん船やるべきみたいな話からの船のエキスパートになってたみたいな。私もこの同じヤマトを今作っている最中で、いずれかは甲板を塗り分けたいなと思っているんです。塗り分け350のヤマトで塗り分けてたね、茶色を5色使って、それが楽しくてですね、こっちのモノクロームヤマトでもやりたいんですけど、今回匠やきはるさんババーって塗って、ウォッシングしてたじゃないですか、塗り分けするとしたらの
アドバイスは今回こう一色で塗り分けたっていうのは、もちろん時間的な制約っていうのもあったとは思うんですけれども、スピードが大きいからっていうのを理由になると思うんですよね。乾板を複数の色で塗り分ける方法って、実は700分の1とか350分の1とかでディテールがはっきりしないのを強調して精密感を持たせるためのテクニックという側面もあるので、これだけ大きくてしかもこれだけしっかりと表面のモールドも入ってたら、実はやらなくてもいいんじゃないかっていう判断になると思うんですよ。これは正直複数色で塗り分けるみたいなことになった時、200分の1ではですね、アドバイスが非常にしづらくて、どういう効果を生むか試した人がいないので把握できないんですよ。じゃあ私がやってみたら、あ、こうなるんだっていうのが分かるかもしれない。はい。おそらくですけれども、350分の1とか700分の1とかでやるときよりも、色の差を減らした方がいいんじゃないか。700とかでは、結構極端な色の分け方をしてるんですけど、おそらく200分の1でそれをやっちゃうと、めちゃくちゃ汚く見えちゃうんじゃないかなという予想は立てられるので、だけならちょっと色の差を抑えた方がいいかもしれないですね。ありがとうございます。井出さん的に、このスマホで撮影するとしてのおすすめアングルとかを教えていただきたいですね。やっぱりヤマトっていうのは手法がですね、1番ポート2番ポートと並んで、複方が階段状に3つ並んでるのがやっぱりかっこいいポイントの一つだと思うんですよね。っていうのと、大きい立派な環境と周りの機銃とっていうのをまず一気に映したいっていうのと、ここですね、ここのなだらかな坂になったところっていうのも大和型の特徴なんで、っていうのをちょっと強調してあげたいなっていう風な話になるとですね、この辺からやや望遠気味でズームして撮るとこのような感じ、船体の丸みとか先端のバルバスバウ手法とか、全て含めて大和型の特徴っていうのが、一気に収められるんでかっこいいかなと。ズームで撮るときはここだみたいなところありますね。そうですね、ちょっと角度ほぼ同じになっちゃうんですけれども環境をね、ここから見上げるとね、やっぱりかっこいいんですよね。この辺りから武蔵だったかで、多分この辺りに立った人が環境を映してるっていう写真が残ってるんですけれども、やっぱりそそり立つ環境をね、下から撮ってるとめちゃくちゃかっこいいんで、ズームでどこかにフォーカスして撮るっていう話になったら、一番にかっこいいところっていうのを環境をしたいですね。一部分だけ切り取るってなると、やっぱり大和型はこういう風なドーンと環境がそびえ立ってるところを甲板ぐらいの高さから撮るっていうのが非常にかっこよくなりますね。これとかは前藤見さんの200分の1の大和の砲塔が出るって時に、200分の1でなんか比較できる対象物ないかっていう話になって用意した同じスケールの金閣寺です。金閣寺に行かれたことがあれば大体のサイズ感は分かるかと思うんですが、サイズが違いすぎて逆に分かんねえっていう。ピットロードさんの700分の1のヤマトの特集をやるときにディテールアップしないやつが欲しいなと言われて用意したものですね。2日3日ぐらいかな。そしてこちらの700分の1ヤマトさん、井出さんの作品なのですが、実はネイビーヤードの表紙を飾っているすごいヤマトさんなんですよ。ピットロードってこんな細けんだって、ちょっと作るの大変そうだなって思いましたね。今回モデルグラフィックさんの企画のヤマトを見せてもらえることになったんですけど、はい、他にもそれぞれの特色というか教えていただければなと。スピードアメーションとかね、非常に特色が分かりやすいんですよ。僕の写真っていうのがやっぱり大きな特色になってるんで、まるで実物であるかのような飛行機の機体のラインが見えるように撮った写真っていうのが、やっぱりスケールアビエーションっていうのの一つ大きな特色にはなってますね。ネイビーヤードとかは実物の船についての記事っていうのがかなり多くなってます。
船って数が少ないんだけれども個別の違いとかもあったりとかして、でもそれがはっきり分かってなかったりとかして、それを写真とかを元に調べて模型の形にして発表するみたいな文化っていうのが結構あるんで、実物に対しての情報っていうのが結構、アーマーモデリングっていうのはそれに対して、実は実物の戦車のことを表紙で歌っている方ってあんまりないんですよ。どちらかというと塗るための方法とか仕上げの方法、これも筆を使ったテクニック、実物の話をするよりも色とかどうウェザリングするのか仕上げの部分にフォーカスすることが非常に多い。でモデルグラフィックスはもうなんか面白いと思ったらやってみるみたいなとりあえずなんか話題になってるなと思ったら恥も外聞もなく食らいついてみるとかやってたりとか、結構なんか割とミーハーな部分が出たりしますね。モデルグラフィックスは全然できる総合誌なんで、やっぱり食らいついていきやすいっていうのが強みですね。井出さんを含め、はい、こちらのモデルグラフィックスさんの編集されている方は、はい、プラモデル作る方が多いんですか？そうですね、モデルグラフィックス含め姉妹誌含めだいたい会社の3分の2ぐらいがもともと模型作る人間ですね。会社の3分の1ぐらいの人間は雑誌に載る作例と遜色ないぐらいの作品作れる。モデルグラフィックスで新しい人採用しようっていう話になった時に、編集のことについては後で教えられるけれども、そもそも模型に興味を持っている人じゃないと話の内容についてきてもらうとかそういうところ難しいよねっていうので、割と模型興味持ってる人を採用の時に重視しがちなんで、まあおのずとモデラ率高めになっていきますね。井出さん、おすすめの本はありますかね？最近でしたらですね、やっぱりこちらですね。まずはモデルグラフィックスで連載しているカンコレの記事のまとめ本なんですけれども、これは私がページ担当したところもあったりとかするんで、これはぜひよろしくお願いしますという感じで。まず私が買いました。表紙も書き下ろしイラストを用意していただけたんで、非常に可愛く仕上がってるしというので、一冊にまとまってみると、この時期の流れみたいなのが分かってちょっと面白かったりとかして、おすすめなのと、これはアーマーモデリング編集部の方での企画したものですけれども、水没した情景っていうのをずっと作り続けている正木さんっていう方がいらっしゃって、その作品を集めた作品集で非常に綺麗なんで、モデルグラフィックスに載った作品なんで、音吹屋さんの本社が水没してるという発売してもない新製品でこれに水没させるんだみたいなちょっと物議を醸した作品ですけれども、もちろん許可は得てるんで大丈夫です。これはもうどのジャンルの方が読んでも、ね、綺麗なんで皆さんにおすすめしたいです、ね、ちょっと変わり種でいくと、お料理される方はぜひ、読んでいただきたいんですけれども、世界のいろんな書籍とかに記述のあった食べ物をですね、実際に再現して食べてみるみたいな、そういう本でして、いろんな状況で食べられたものみたいなのを、ね、ちょっと変わり種で模型ではないんですけれども、お腹空いてきちゃう本なんで、いわゆるミニ飯というよりももうちょっとちゃんと作ってる料理ですね。が現代の中でどういうシーンで食べられてたのか、出展作品とかも書いてあったりするので、こういうのとかですね。電飾のお話、模型に LED とかを仕込んで光らせることのテクニックだけを取り上げた書籍っていうのも出してまして、LED ってどういう風に光ってますというところから、何個まで繋いでいいとか、なんだかんだで模型用に別の本で情報を集めようとしたらないので、めっちゃありがたいです。こういう光る模型って例えば展示会とかに持っていくと、注目のされ方が全然違うので、目立たせたいっていう人はちょっとぜひ読んでみてほしいなっていう、いいですね。欲しいな。軍事評論家岡部伊作さんが岡部ダサクというペンネームでやっていただいて、そのダサキ、ちゃんとできてた飛行機じゃなくてわざとダメだった飛行機っていうね、とんでもないシリーズがなぜか四半世紀ぐらい続いてるっていう、傑作飛行機があればその陰にダメだった飛行機っていうのが結構出てきちゃうので、27年続いてもまだまだネタが尽きない。ダメだった理由もいろいろあるんで、
エンジンがダメだったとか、その設計した人が飛行機のことよく分かってなかったみたいなのが出てきちゃうので、これは本当に岡部先生ってすごく文章もうまいし、イラストも描かれる方なんで、いい読み応えがあります。飛行機の初心者の方でも読めるように作られてますので、私からしてとんでもない動画です。飛んでみたいな俺結局一度も飛ばなかったっていう飛行機なんですけれども、見たらわかるよねっていう飛ぶわけないよねみたいなと思いますけれども、このシリーズは本当に楽しいのでおすすめです。気になってる方もいるかと思うんですけれども、模型のお話っていうのはアートボックスという編集プロダクションで編集した書籍雑誌になるんですけれども、それらを出版していただいている大日本絵画さんっていう出版元の会社さん、こういう地下系本っていうのもですね結構出してらっしゃって、開くとこう立体的にですねバーッと広がったりするようなですね、本っていうの結構出してらっしゃるんで、人体とかめっちゃ気になりますね。人体これ気になりますね。だいぶ大人も楽しめますね。大人も楽しめるやつですね、これは。すごい。大人の方でも楽しめるものが、かなり低年齢層向けじゃないかなという感じの表紙のやつとかもあるんで。こちらですね、2023年の8月号モデルグラフィックスですね、こちらよろしくお願いいたします。5月号ですね、こちら後ろに飾ってありますマスターグレードゼータガンダム完全読本という特集の続きの特集となってまして、キットの基本的なこれがすごいっていうような、紹介を中心にしていた5月号から、じゃあこのキットを使って何できるだろうかみたいなところをですね、中心にやってますので、こうかっこよくさらにシャープに仕上げてみたりとか、大改造ですね、ゼータプラスに改造してみたりとか、そういうことをやってますのでよろしくお願いします。特集の他にはですね、ラリーカー MG メトロですねご紹介してたりとか、タミヤの7月に発売になります72分の1の F35A ライトニング2の、多分最速なんじゃないかなっていう作例も掲載してます。35分の1でアパッチ、ロングボウ、戦車スケールで、ヘリコプターを製品化されてますので、そのかなり見応えのある作例なんかもあったりとか、戦車では、2号戦車の初期の方のタイプが新しいキット発売、船ではロシアのソ連時代の駆逐艦タシュケントというのがトランペッターから700分の1で発売されましたので、そちらの艦隊コレクションカンコレの関連記事として掲載してたりしますので、こちらぜひよろしくお願いいたします。お願いします。実はこの8月号からですねちょっと値上がりしまして、税込み900円となっておりますが、その分16ページ分ですね、今までモノクロのページだったのがカラーのページに置き換わったりとか、ただの値上げでは済ませないぞという感じになってますので、こちらぜひよろしくお願いします。これは姉妹市のアーマーモデリングの動画の企画で作ったやつなんですけれども、ちょうど同じ車種で丸式のタミヤの48でございます。ピョンピョンもエッチングですか？アンテナは真鍮線ですね。へー、はい、なんか下がっちゃったんですねやっぱ上がってた方がかっこいいな。電車って実はやられた表現のためにこう下げるっていうことがあるんで、やられたんですね。やられちゃったんですね、多分。ガルパンとか見たこともしあるようでしたら、結構やられた瞬間に手法がストーンって下がっちゃったりとかっていう場面があるんで、戦争映画とかでもそのあたりで転がってる戦車の残骸とかは方針下がってると、ああやられてるんだなっていう表現になってるとか結構あるんで、表面の光沢感だいぶ失われてきちゃったんで、これキットはタミヤさんの結構古いやつ、カラーリングはかなりアレンジ加えて、エクスターっていうオイルかなんかのブランドだったかなを冠したレースチームがあったんですけれども、それのカラーリングにしてたもんで、なんでバイク模型初心者なのにこんなこじらせた塗装みたいな感じになれちゃったこれもタミヤですか？ね、こっちの銀色の F104 が長谷川で、黒いブリティッシュファントムが富士見ですね。
細長いというかあれなんですね。めちゃくちゃ細長い、スピードだけ出ればいいみたいな飛行機なんで、翼がめちゃくちゃ小さくなってて、一時期結構力を入れてた時期があるので、長谷川とかが手を出さない機種とかやってくれたりとかして、言ってしまえばちょっと語弊がありますけども、際物よりのものが好きな人とかにはこういうの出してくれてるのありがたいみたいな評価ありますね。よかったらこれ持ち帰りください。ありがとうございます。おすすめの本をいただきました。大事に読みます、はい、ありがとうございます。すいません。そして大日本絵画さんからも仕掛け本をいただきまして、うわーすげー、こんなん子供ぶり以来に開けたから超面白かったです。ここまで見てくださってありがとうございました。次からこういう取材の時はちゃんとマイク準備していこうと思います。そして私の200分の1ヤマトも作らねばならないですねそれではまた金曜日の動画でお会いしましょう。では。